ゴルフの中での飛ばし飛距離っていうのは魅力の一つです。今回は、小倉的選出の3本ぶっ飛びドライバーをご紹介してみました。皆さんこんにちは、クラブヒッター小倉です。今回はですね、ぶっ飛びドライバーというのがテーマでございます。こちらもですね、スタッフの方から、テーマをいただいて、おめえ考えろと言われましたので、私なりに、考えてみました。で今回もですね、ただ飛ぶなドライバー、自分が打って飛んだっていうクラブを並べるのじゃちょっと面白くないと思ったので、私なりにこう対象ゴルファーを絞って、それぞれのぶっ飛びドライバーを3本ご紹介していきたいと思います。1本目です。これは見て動画を見ていていただいた方には、多分それだろうなっていうふうに言っていただけるかと思います。こちらです。コブラのダークスピード LS ドライバーです。こちらのモデルは、対象ゴルファー、ある程度技術があって、ヘッドスピードがあって、ボールを捕まえられる人です。その人が使うと本当に飛びます。これを紹介した動画でも言いましたけど、私は無理でした。ただですね、こう自分がこう無理やりどうにかして飛ばそうと思って、ティーアップ高くして、もうめちゃめちゃ下から煽って、こうチーピン覚悟で振って一発当たった時の球はすごかったです。それぐらいこう飛ばしの可能性が詰まってるクラブなんですけれども、その性能を生かすにはある程度ヘッドスピードとボールを捕まえる技術と、こうアッパー軌道みたいな、結構こう要求されるものが多いんですけど、本当にそれがこうできた時の球は飛びます。もう少し優しくこの性能を作ってくれんかねって打ってて思いましたけれども、もちろんこのダークスピードって3モデルあって、こちらは LS で、真ん中に X、 そして捕まる MAX ってこう3モデルあってですね、 MAX なんかは安定してこう軽いドローが打てて、すごく優しく飛ばせるクラブなんですけれども、一回こいつの、そのぶっ飛びの一発を味わってしまうと、こっちで何とかしたくなるんですよ。それくらい中毒性のある一発を持ってる一本ですね。はい、続きまして2本目です。こちらはですね、アベレージのど真ん中っていうふうに考えて、ヘッドスピード40から42ぐらいの方が、安定して飛ばしつつ、しっかり芯食った時にめちゃめちゃ飛ぶっていうのをちょっと想像して考えた、ドライバーです。こちらテーラーメイド QI10 スタンダードモデルの12度のモデルです。正直本当に飛ぶって考えたら LS の方がやっぱ飛びます。低スピンでアッパーブローで打てればはるかに強い球が打てるんですけれども、そこまでこう技術的なものをこう要求しないで安定して飛ぶモデルってなんだろうなって考えた時に頭に浮かんだのがこれです。適度な低スピンかつやっぱりその球を上げるためには、こう十分 10.5 でも球の高さは出るんですけれども、ヘッドスピード40ぐらいだった時にしっかり打ち出し角度を15度ぐらいまで上げて、もうちょっとよく言えば高く出してスピンを3000以下で出せれば相当飛ぶだろうなっていうことを考えていたんですけど、これが一番実現できるモデルですね。やっぱりスタンダードなモデルとはいえ、ある程度アスリートモデルですので適度なボールの捕まえる技術は必要なんですけれども、カット軌道の人だとちょっとスピンは増えちゃいますけれども、ニュートラルからちょっとドローぐらいで振れる人にとってはすっごい安定して飛ばせるドライバーです。実際私も打ってて結構上がりすぎかなぐらいの弾道になるんですけど、スピンは思った以上に増えないんですよ。で 10.5 を、ロフトハイヤーにして12度近くすることまでできるんですけれども、そうするとちょっと捕まり方向が強くなってしまって、コントロールがしづらかったんですね。でこれはニュートラルのまま、素直に12度なのでしっかり球が上がって、そんなにこう極端に捕まる挙動はないです。あとですね、12度って皆さんあんまり構えたことないと思うので、こう見た感じのフェース面のこう見え方とかって結構気になさると思うんですけど、正直ね、 10.5 って言われたら 10.5 にしか見えないです。全然そんなガバッとフェース面が見えるわけじゃないんですよ、12度でも。それでいて球はきっちり上がりますので、なかなか12度って手に持つの勇気がいるかもしれませんけれど、本当に安定して飛ばせます。
でこう右に滑る感じもあのより10.5より少なくなりますので、右のミスが嫌な人はもう特に12度ですし、12度でもそんなにビュンビュン左に巻き込む感じでもありませんので、やっぱりそういったところを考えると安定してぶっ飛ばせるっていう点ではこの Q アイテンスタンダードの12度がおすすめです。最後の1本はですね、とにかくもう誰が打っても飛ぶクラブってなんだろうって考えました。まあ、これはヘッドスピードともちろんスペックとかはあるんですけれども、とにかく飛ぶドライバーって言ったらですね、まあ、ちょうど最新モデルが出たっていうのもあるんですけれども、まあ、これかなと。はい、プロギアのスーパーエッグドライバー、まあ、いわゆる高反発クラブです。まあ、やっぱりそのルールの範囲内でって考えるのが筋かもしれないんですけれども、打ったら飛ぶんだもん、本当に飛ぶんだもんこれは。なので、まあ、ぶっ飛びドライバーを上げてくれと言われたら、私はこれを勧めます。ルールの範囲内で楽しむっていうのもゴルフですけれども、プライベートラウンドであれば、規格外のクラブを使って飛ばすっていうのも実際に球が飛んでいくのを見ると気持ちいいっすよ。やっぱりボール初速もそうですし、ヘッド 500cc ありますのでミスにも強いですし、でやっぱりそんなに頑張んなくても飛ぶし、本当に振ったら本当に飛ぶんです。これはそうですね、前に挙げた2本よりやっぱり芯食ったらこっちの方が飛ぶんじゃないかな。まあ、やっぱ飛ばないとね、そのルールを逸脱した意味がありませんから。まあ、もちろん人にも寄ってくると思いますけれども、自分なんかはやっぱりそのボール初速とか飛んでくその飛び様を見てると、やっぱりこう反発ってすげえんだなっていうふうに感じます。やっぱりルールの範囲内で楽しむのもゴルフですけれども、こういったモデルで自分のこう今まで届かなかったところにボールを飛ばしてみるっていうのも楽しいんじゃないかなと思って1本入れてみました。今回は、小倉的選出の3本ぶっ飛びドライバーをご紹介してみました。やっぱりゴルフにこうゴルフの中での飛ばし飛距離っていうのは魅力の一つです。しかもかなり大きな魅力かなと思います。私自身やっぱり体大きくないので、飛距離はそんなに出る方じゃないですし、だんだん、ここのとこ飛ばなくなってきて、ちょっとずつこう自分の中でも力みがちにはなっています。でそんな中でやっぱりね、一発の飛びが出た時ってのはやっぱりこうスコアには関係ねえよって言いながら、こう心の中で弱いとか思ってるわけですよ。やっぱり飛んだ方が楽しいです、ね、スコアだけが全てじゃないですし、ね、飛距離だけがゴルフじゃないですけれども、やっぱりそれぞれ、自分が気持ちいいと思ったものは、追求していくのが何でしょう、自分のこう欲求を満たすというかですね、楽しむ一つの方法だと思いますので、ぜひこう自分なりにぶっ飛ばせるクラブっていうのを、まあ、見つけて楽しんでいただけたらなと思います。まあ、今回おすすめしたものはですね、まあ、自分で頑張るぶっ飛びクラブ、アベレージゴルファーが一番飛ばせそうなぶっ飛びクラブ、誰が打っても飛ぶクラブみたいな感じに、なりました。まあ、ぜひ機会があったら3本とも、頑張って打ってみてください。